ああ、もう無理。そんなに焦らなくても、これが終わったら構ってやるから。先に風呂でも入っとけよ。なんなら一緒に入るか？洗ってやるよ。はあ、よし、私の緊急事態、スナンボール。怪我してますし、ああ、お風呂掃除ですね。コウスケさん、見てください、シゲオです。うん、そうだな、シゲオだな。おい、ここ学校。この校舎、今誰もいないんって。自分からするときは俺がどんなに言ってもやめないくせに。やめろ、そこは自分でも考えないように必死なんだよ。無理だろ、考えるだろ、男子高校生だぞ。だってお前ら。やめて。答えられないとは言ったが、生徒のためと思えば寝れないことはない。なんだよあんた、なんでそんなこと言うんですか。答えられないなら放っておけばいいじゃないですか。さあ、なんでだろうな。